パーマの、かけ方なんですけど、履歴で毎回あのヘナをされてて、もともとパーマがかからない、髪の毛で結構細い髪の毛なんですけど、ダメージも、結構デリケートなのでダメージ受けちゃうと結構、傷んでしまいます。かなりで、カットを言って弱い薬でやっちゃうと毎回かかんないんで、こういう場合っていうのは、チオカン酸濃度が高いものを使っていきます。で、チオカン酸濃度一番、マックスぐらいのものを使って、まずアルカリはもうほとんど入ってないやつで、まず1回、プレーでつけまきします。で、それから、時間を置いてから、アルカリをちょっと上げていくような感じで、やってます。基本的に薬はこのポンプで僕はこういう感じで出してるんで、これに全部入ってる状態ですね。全体を結構よく上からパーマをかける方って全部かけちゃうと思うんですよね。ここもかけて、これ今全部かかってる風に見えると思うんですけど、表面の4本だけトップをかけて、あとはほとんどワンレンの状態で巻いてるだけなんですよ。そうした方が綺麗な A ラインが作れるので、よくこのミドルをがっちり巻いちゃう方いらっしゃると思うんですけど、ミドルをがっちり巻いちゃうと結構頭ボワボワになって、なんか頭大きくなっちゃうんですよ、日本人だと。なのでトップだけ高さを出す分をつけて、A ラインにやった方がいいです。で、本来通常だったら20ミリとかで本来巻くんですけど、本当にかかんないので、このロットはかなり通常のお客さんではこの小さいの使わないですね。なのでこのロット的には本当かかんないんで、ちょっとこれに今回はしてます。本来はもうちょっと大きいロットを使ってます。よくこういう長いピンでこういう風に止めてると思うんですけど、これ正直あまり意味ないんですよ。で、なんで意味ないかっていうと、これ止まってるように見えてゴム跡がついちゃうんですね。なのでこれ全く意味ないです。で、僕はあまりこれ使わないです。で、このままこの細いピンですね、これをくるっとやった方がゴム跡がつかないですね。で、かつ、ツイストバンドっていう方式を使ってるんですが、ツイストバンドって何かっていうと、こういう風にしてゴム跡がつかないんですね。これを回していきます。で、かけます。そうすると、じゃあこれ何がいいかっていうと、ここの V が強いんですよね。で、 V が強いっていうことはどういうことかっていうと、ここが、要はここが跡つくんですよ、ゴム跡っていうのは。 V を強くすることによって跡がつきづらい。さらに、このRピニングを使うことによってゴム跡がつきづらいって感じで、もう一個ポイントがあって、このトップのところなんですけど、これかなりのポイントなんですけど、よくこの辺からの中間巻きの巻いてるんですよ。で、巻いていきます。で、このまま皆さんこう巻くと思うんですけど、これだと実は内輪と外輪の差が、詰まってきて根元きれいにかかんないんですよ。で、どうしていくかっていうと、ちょっとロット振るんですよ、こうやって。で、振っていくとどういうことになるかっていうと、根元のワンカールがすごく入るんですよ。これかなり裏技なんですけど、ここを振ってきます。振ると内輪と外輪が収まりが良くなって、より最初の根元のワンカール目が強く入る。要は根元側の方がパーマかかりづらいですから、そこを強く巻いた方がきれいにかかるんで、こうシェイクすることによって強くかかるので、ここでツイストバンドをして、で、ここでアルピニングをする。そうするとこの跡がつきづらいですね。で、本当につきづらい場合は、逆巻きとか、外跳ねっていうか反対側に巻いた方がよりつかないんですけど、ボリュームが今回出したいので、ちょっと内巻きに巻いてますっていう風にやっていくと、結構かかります。で、これがちょっとアルカリ剤なんですけど、これをちょっと後からこうつけていって、ちょっと部位ごとにつけていって、ちょっと強く徐々にパーマ液の強くして、状況を見ながらやっていくっていう感じですね。で、クリープとかは僕は一切使わないです。クリープすると何が良くないかっていうと、カールが行き過ぎてしまうんで、ここがポコってつきやすいんですよ。クリープすると熱処理とかクリープすると、この入りが汚くなるんですよね、ここが。なので僕はクリープは一切しませんっていう風にこだわってますね。はい、という感じで、やってる、一つの巻き方の例としてご紹介させていただきました。